あのベジータが攻めに来てて、そいつを倒すっていう話ですわ今。はい、めっちゃ可愛くない？孫悟飯めっちゃ可愛いね。可愛い。めっちゃ可愛い。ほらもうおるんだよこいつら。もうこいつらおるんだよ。もう今から戦うね、離したら。どうした、もうカカロットを待たなくてもいいのか。かっけえ声。あ、そうや、3時間待ってくれるんよ。あの悟空がさ死んでからね、今海王様のとこにいるんだよね。なんだガキ、もう俺たちとやろうってのか。ピッコロさん師匠に話したらね、あの多分ね、ま、戦い始まるんだわ。なんで2人で話さなあかんのや。何をしてるんだよ悟空。こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。ほぼフルボイスってのがいいよね。じゃないとチャイ語だけ読んでもね、さっぱりわからないよね。お父さん。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。クリリン、お前がピッコロに言うなよ。この一番雑魚やな、この中で。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。あ、そっか。そうしたらドラゴンボールまで神も死ぬんか。え、ピッコロと神繋がってたっけ。ピッコロさん、余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。あ、余計さん、わかった。ピッコロさん、ピッコロさん、かわいい。孫悟飯マジかわいい。しかし3時間後に悟空はね、未だに帰ってこない。あはは、3時間待ったぞ。どうするよ。あれ探索する。あ、これもう始まるでしょこれ、戦いが。誰これ。みんなこれ誰かわかる。え、ザコ、これザコが、ここにザコが。やむちゃしやがって。時間はもうないぞ。まあ周囲探索っていうよりも悟空さんを待ちましょう。やむちゃってめちゃくちゃね、あのネタキャラやん。時間だ。無駄だったようだな。無駄だったようだな。物のカカロットは来なかった。まっとくふざけてやろうだぜ。ベジータかっけ。ナッパ裸やん、なんで。ゆっくりと痛めつけてやる。ナッパなんで裸な。え、どうした。あれ、みんなボロボロ。さっきそんな服じゃなかったよ。この木は。とんでもない気が遠くから近づいてくる。やばい。本当だ。悟空じゃ。すごいけど懐かしい木。すごいけど懐かしい木。孫悟空だ。孫悟空や。カカロットか。ナッパ。完璧。めっちゃ綺麗な肌しとる。D級脱毛しとるわあいつ。なに？ベジータ。こいつらの言ってるのは本当か？カカロットかどうかは知らんが。もうすぐここにやってくるだろう。もうすぐここにやってくるだろう。なーに、戦闘力5000強。やば、バカな。5000強。そいつは何かの間違いだ。え、こういう流れ俺もう忘れてんやって。ナッパ、そいつらを殺せ。ナッパ、カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは。クソ、誰が。構わん、俺に考えが。マジで真似笑う。なーに、そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。きっとある。やべえ、ベジータかっこいい。帰ったとなればあの伝説は真実だったわけだ。かっけえ。ピッコロさん逃げて、お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。かわいい。ピッコロさんが死んじゃったら、かわいい。マジかわいい、孫悟飯。てめえだけで食い止められるわけないだろう。ピッコロの声優ってさ、ヒロシなん。乳首光ってるで。俺を笑わせやがってこのガキが。だーに？戦闘戦闘。俺ちょっと下手なんだよね、戦闘が。僕がやるんだ。これだって。どうせお前らは皆殺し。めっちゃ重い、一撃が。クリリンが死んだ。クリリンが
わわ、これ強い、これ強い、これ強い、これめっちゃ強い、これ強い。お前もサイヤ人の血を引いているんだ。なんかさ、おい違いすぎじゃない、やばいってやばいって。ピコロさん、ピコロさん、うわー、めっちゃ飛んでるわ、かっこいい。どうした貴様ら、うわやばい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 、あのジジイやばい、あのジジイやべえ、うわーすげえ、ナッパやべえ、ナッパガードが精一杯、ガードが精一杯、3人認知、3人認知、下がらんと下がらんと下がらんと、激しくない、ご飯のね、あの潜在能力1枚だよマジで、スーパーサイジの中でもね、タガラナ来い、違う、これ範囲広すぎ、気が足りん、これ遠距離攻撃仕掛けるわ、おいあいつスーパーアーマーついてんじゃん、どうなってるか分かんねえ、うおー死ぬ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 、ちょっとやばい、これで必殺の道すぎじゃない、やばいって、あいつ HP あと2本あるやん、無理やってナッパ、でも実際こんなに強いよね、もう必殺の道すぎ、当たってる当たってる当たってる、もう一発いく、マサインコ当たってるよね、もうコス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 攻撃、あいつ俺だけ狙ってくる俺だけ狙ってくる、マサインコであのチビチビ攻撃するわ、ほら俺だけ狙ってくるやんこいつ、うわマサインコマサインコ、オッケーオッケーオッケー、いいよ、いけるいける、ハゲくるハゲが、マセンコマセンコ、オッケー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 、これバックバック、こっからマセンコ、これ範囲外だよね、うおーおーやばい死ぬ、やっべー死ぬ、もう無理もう無理、マジ強え、死んだ強え、マジナッパ、花玉さんの声ってなんで、マジ無理、強すぎ、フッ素強え、はい最初からだわ、しっかりガードしよう、飛ばしたらマセンコ、飛ばしたらマセンコ、くっそーのクソ野郎、うわーかっけえあいつナッパ、おめえのサイヤ人、ガードガード、気をためな、うわめっちゃ AI しっかりしてんなマジで、強すぎるこいつこいつ強い、今のうちためろ
うわあ！なんとかしないと。おおおおお。どういうこと？どうした貴様？強すぎるハゲ、このハゲ。おーい、無理だ。あ、今だ今だ今だ。あいつ歯入っとる、歯入っとる。木が大切で、木をためよ。何強いこのジジイ。ためとる。うえ、ちょっとしたらもう俺ひるむ。おお、クリリンとか死んでるよ、もう。遠距離。やばいって。くわ、強すぎる。無理こいつ。もう少し遊ばせろ。下からませんこ。ガード。お、なんで俺ガード崩されてるわ。飛ばしてませんこ。気を貯める。ガードせなあな、多分。うわー、これスーパーアーマー、スーパーアーマー。くー、どうした貴様。あ、いけそう、いける、いける、いけなくない、いけなくない。うわー、うわ、連続できた。オッケーオッケー。いける、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 いける。あー、くっそー、もうジジイ強え、マジでこいつ。勝て、おお、勝て。いけいけいけ、どうなってんのマジで。強すぎる、強すぎるこいつ。あはは、ジジイ強え。もう死ぬ、もう死ぬ、無理だこいつ、無理。もう俺近づけれねえ、強すぎてこいつ。俺かすったら死ぬ、かすったら死ぬ。あいつ俺を狙ってくるもん。おお、あの範囲見てよ、強すぎるやん。こんな勝てるわけないやん、このやつに。こんなやつに勝てるわけない。範囲が桁違いやん、ここクレーターできてるぞ。あかんって。うわー、くそー、強いよ。範囲広い、半日の範囲。ふぅー、あ、生きてる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 。あー、クリに使えねえな。こな、うわうわ、マセンコ、わ、避ける、チャンス。飛んだらマセンコ、俺が飛んだ。これマセンコチャンス。うおー、ジジイが飛んできたよ。わー、これスキル連続やんけ。もう少し遊ばせろ。あったー、
父さんの肩に。いや、きつー、マジでこのジジイ。うわ、俺が死ぬ。うわ、避けた、かっけー。マセンコ、マセンコ、マセンコ、すごい、すごいスタンしとる。いける、みんないけるよ。オラに力を分けてくれ。うわ、油断した、届く、届くと思わなかった。気を貯める。うわ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 、いかなんだ。強すぎだろ、ナッパ。おナッパこんな強いと思わなかったわ。SAAA ナハ中国語でナッパはね、ナハね、ナハ。おい、かわいい。呼んだか、オラ。いやー、使ったわ。のんきにまだ走ってんじゃん。海王とエイマの道。よし、着いたぞ。悟空。神様。神様。急ぐぞ。捕まれ。頼む。頼む。あの小僧、ほ、本当に海王様の元から帰ってきよった。本当に帰ってきたんだね。同じ声優じゃない。実際にナッパとベジータは当時はね、化け物だったでしょ。修行はバッチリだ。頼んだぞ。マジでもアニメのあれやね、もう再現やね、ほんまに、ね、久しぶりだな、頼むぞ。頼むぞ、久しぶりだな。うおー、地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まってる、あっちだ。やべえ、皆さん、来週も見てくれよな。